半ばからですね、この長崎ケーブルメディアに長崎県立大学シーボルト校から、3人の、ね、学生さんがインターンシップに来てくれてるんですよね、はい、月曜火曜とあのなかなかパンチのある取材をしてくれたんですが、はい、今日が最後ということでこちらの方です。はい、長崎県立大学3年の小泉ひかるです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小泉ひかるさん、はいはい、何を取材したんですか？今日僕がちょっと紹介したいのが、新しくオリンピックの種目になったスポーツについての話なんですけど、はい、わかりますか？もう詳しい春菜ちゃん答えてください。スポーツは何でも私でございます。あれですよね、多分競技会場がものすごく賑やかで盛り上がるスポーツですよね、はい、盛り上がりますね。はい、それはスケートボードです。やっぱり話題になりましたもんね。はい、そうです。そのスケートボードみたいな、ストリートカルチャーっていうのが、うん、僕みたいなその若い世代を中心にすごく人気なんですね。はい、でそんな、まあ、スケーターたちがいっぱい集まるとある場所に、行ってきました。ここは大村にあるコミュニティ施設グルーン大村です。年齢問わず交流ができる場所を目標にさまざまなアクティビティを展開しています。自由に遊べる屋外遊具はもちろん、壁をよじ登るボルダリングコーナーが常設されています。そんな中でも今日僕が注目したいのがこちら、九州でも有数の魅力を誇るスケートボードパークです。広いですね。現役のスケーターによって設計されたというこのパークは、その中に一歩入ってみるとさまざまな形の違ったセクションがあり、スケーターたちはもう飽きることなく楽しむことができます。おそらく県内ではもう一番だと思ってます。はい、おそらくここが九州でもトップクラス。滑っていますね。うん、かっこいい。特に大村地区に関してはそのスケートボードをやられている方が多くて、また年齢層も幅広いので、小学低学年の方から大人はもう40代の方まで、このグルーン大村が年齢問わず、小さいお子様から年配の方まで、利用してもらうっていうコンセプト で、また知らない人、この公園で知り合った人たちとつながってもらって、そういったコミュニティをどん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 作って大きくしていってもらえたらなと思ってます。今も大村在住の春菜さん、はい、このグルーン大村知ってましたか？知りませんでした。いや確かにちょっと知らなかったね。どこなんだみたいな。大村にこんな、ね、立派な施設があるんですね。めちゃくちゃ広いですよ ね、はい、そして今ちょっとね、はい、こちらの挨拶にも出てるんですけど、ね、あれおこれ小泉さんじゃないですか？僕ですね。乗りながら撮影してるの？はい、こんな感じでこうスケボーに乗りながらスケボー撮るって形で、今見てもらった映像とかはもう全部自分が作ったんですけど。自分で編集もしたんですか？そうですね、今のと加えてあともう一つこのスケートポートパークをちょっと魅力を伝える短い動画が作ってきました。あ、作ったものあるそうです。ご覧ください。朝から結構年齢関係なく滑ったりとか、自分はこの田中君とここで知り合った感じなんで、こんな感じでよく利用してます。自分と近い年代じゃなくて結構年上の方とかと喋れてありがたいですね。あとは県外から来るスケーターと仲良くなったりもあるんで、結構幅とかつながりが広がっていきますね。ちょっと見入っちゃいましたけど、はい、小泉さんが
編集したんですよね。そうですね、もうその場所に行って、うん、もうその場で協力してくれたので、スケーターの、あの人にはみんなすごく感謝してます。いやでもちょっとまるで公式の、はい、あのビデオみたいな感じでした。いやいや、もう、はい、ちょっともう何ですか、あの緩急のかっこよさ、センスといいね、はい、選曲といいね。いやいや全然。あ、でも日頃からやっぱ編集とかしてるんですか。まあ、そうですね、まあ、映像制作みたいなのは結構好きでやってますね、うん。じゃあ将来もやっぱそういう仕事を、まあ、そういう映像系につけたらいいなぐらいは思ってます。へ、だってもう他にもどんなもの作るのかもう見たいですもん、うん、ちょっと引く手あまたになっちゃうじゃないでしょうか。ねえ、すごいかっこよかったですけれどもね。はい。で、あのグルーン大村っていうのは、あの場所はボートレース場に併設されてるんですか。そうです、もうボートレース場に併設されていろいろ施設がありますね。そうなんですね。本当に立派な施設ですけれども、うんうん、あのスケートパークって利用するのには料金かかるんですか。はい、あのこのグルーン大村っていう施設全体、このスケートパーク含め全部無料で使うことができます。無料、無料で利用できます。入場無料、すごい。しかも空いてる時間長くないですか。うん、そうですね、もう今、午前の10時から午後の9時まで空いてて、うん、こう行ってみた体感だとこうやっぱ今夏で暑いので、うん、夕方の5時とか6時ぐらいから人がいっぱい入り始めるみたいな印象でしたね。お仕事がある方もね、うん、終わった後行って練習しやすい時間ですしね。ね、うん、いや実際にあの取材してみてどうでしたか。はい、そうですね、なんかこうスケボーってこう一言聞くとなんかこうちょっと敷居が高いじゃないですけど、うんうんうん、ちょっとこうとっつきにくいイメージがあったんですけど、すごい上手な人ばっかりっていうイメージをねっていう感じでなったんですけど、はい、行ってみたら もちろん僕みたいな若い世代もいたし、うん、こうちっちゃい頃から、あ、ちっちゃい人から、うん、あの年代、あの年取ってる人まで、うん、あの本当に幅が広くて、うん、あともうなんか初対面とか関係なくみんなで教え合ったりとかしてて、すごくなんかオープンでなんか親しみやすいパークだなと思いました。へ、まあ、これもね実際にねご自身で取材したからこそ分かる情報ですもんね。いやー、なんかあの VTR もクオリティ高くて、はい、高かったです。ああちょっと心出し高いですね。でもぜひねこの経験をまたなんか将来にねつなげてもらいたいなと、ね、貴重な経験でした本当に。あ、よかったです、はい。はい、取材編集は小泉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。